クサイドに振って吉田大輔、武藤が呼んでいますが自分で縦に行く、そしてクロス、面白いボールだ、こぼれ球シュート落ちた、柏木押し込んだ、同点に追いつかれた、すぐその後再び1点リード、浦和レッズ。まあ、大きなサイドチェンジで1対1の状況を作って、まあ、キッチは自分で、ね、仕掛けてクロスまで持っていきましたけども、まあ、クロスボールの質も速くて、まあ、ハートもよく出たんですけどね。まあ、キャッチをしようと思って、まあ、セーブユニに入っているんだと思いますけどね、まあ、はい。